サウンドロゲス TV 工事隊長でございます。本日のテーマはこちら、本日はですね、デランジェがテーマになっておりますが、まあ、デランジェというか正確に言うとあのボーカルのキョウちゃんね、キョウちゃんのお話です。あの昔ねちょっとあの一緒にバンドやったことがあって、まあ、その時の話とかをできたらなという感じで今、撮影しております。このチャンネルはですね、ジャパメタをはじめ、ヘビーメタルはもちろんメタルについてあのギターとかもね、弾いたりとか語ったりとかしているチャンネルです。まあもしもですねあの気に入っていただけたらチャンネル登録をしていただけると、とても嬉しいです。飛んで喜びます。はい、あとですねいいねとか、コメントとかももらえるととっても嬉しいのでぜひお願いします。さあそんなわけでそれでは本編に入っていきましょう。冒頭でもお話ししましたが、キョウちゃんとは少しまあ本当に短い期間でしたが、一緒にバンドをやってたことがあります。まあなんで短い期間だったかっていうのはまああの私のせいで、まあそれは最後の方にお話の最後の方になっちゃうと思うんですけれども、最後まで見ていただけると嬉しいです。はい、ではですね最初にまあキョウちゃんとの出会いというところなんですけど、これねぶっちゃけ覚えてないんですよ本当に。あのまあいつの間にか知り合いだったっていうのがまあ正確な感じで、あの飲んでる席とかは覚えてるんです。だからどうやって会ったとか誰かに紹介されたうんぬんというよりも、まあ一緒に酒を飲んでるところとかでキョウちゃんと、あ俺コウジって言いますみたいな感じの話を最初にしたっていうところとかは、はい、よく覚えています。まあデランジェといえばギターのサイファー一郎くんね、まあ彼もまあ俺は関東で44マグナムの、ジミーさんのローディーをしていましたが、一郎くんは、関西で、44マグナムジミーさんのローディーをしていたということでね、まあ、とっても、まあ、彼かっこいいですけれども、あの、当時俺は会ったことがなくて、名前だけちょっと聞いてたんですけど、あの、マグナムがね、あの、大阪でライブがあるときに、ちょっと俺はバイトが忙しすぎちゃって、ちょっと関西には行けなかったんですよね。で、その時に、純也、後にリアクションに入ります、純也だけ、その大阪のライブに、手伝いに行ったんですけれども、その時にまあ一郎くんに会ったみたいで、あのこっちに戻ってきてから、おいコジやべえぞと、お前一郎めちゃくちゃかっこいいぞという話になって、あそうなのみたいなね。俺会ったことも見たこともないし、まあ後にデランジェでデビューした時に、あこの人かと思って、めちゃくちゃかっこいいじゃねえかっていうのは分かったけど、まあすごく言われて、お前も頑張れよみたいな、こうメンバーに言われるっていう、ね、そういう目に遭いました。はい、そのぐらいまあ彼はかっこよかったっていう、まあ、ちょっとあのデランジェのお話ちょこっとだけそういうのがありました。はい、でキョウちゃんなんですけれども、まあ純也、今出た純也がねあのリアクションに入るということで、その当時メディアというバンドを俺はやっていて、でまあメディアを辞めるということで、まあ、リアクションに入っていくんですが、その後に2人、ボーカルが入ったんですけれども、まあなかなかやっぱりあの人気がその後出なくなっちゃって、あのメディアというのは解散しました。それが21ぐらいの時かな。で、新しくバンドを作ろうということでいろんな人に声をかけてたら、横須賀のサーベルタイガーの、今日っていうやつがいるよっつって、あ会ったことあるあるみたいな感じで、で彼すごくいいから誘ってみればみたいな感じで、まあそれをね、しかも誰に言われたかも覚えてないし、順番がめちゃくちゃになってるんだけど、まあ何回かあのキョウちゃんに連絡をしたら、じゃあ今度目黒のあの六名館であのサーベルタイガーのライブがあるんで一回見に来てよみたいな感じで、うん、それでまあ見に行ったと。その時にもう久しぶりにあのキョウちゃんに会ったっていう感じ。その前にね少し電話はしてたんだけど、そんな感じです。はい、で六名館に行った時にですね、俺はキョウちゃんを誘いに行ってて、あの XJAPAN のねヨシキはヒデちゃんを誘いに行ってるっていうライブだったの。その時たまたまね偶然で、あのヨシキはちょっとまあ顔見知りっていうか知ってたんで、あの昔あの元気が出るテレビってあったと思うんですけど、あれにヨシキが出てた時に、あの俺もあの映りたくて、あのそのロケに行っちゃったっていうね。だから一緒に対バンもしたことないし、あの
よくよくそこまで話したこともなかったんだけど、まあ、お互いに顔はしてて、まあ、少し、ね、ライブハウスであれば話をするぐらいの感じの、仲だったんですけれど、まあ、俺は京ちゃん誘いに行ってるんで、その時は冗談で言ったんだけど、まあ、よしきちょっとさ、X 入れちゃってよ、俺頑張っちゃうからさ、みたいな。あの、X ってその当時ね、まあ、こう、すごい勢いがあったんで、まあ、冗談では言ったにしても、ちょっと入れたらどうだろう、みたいなところもあって言ったら、まあ、よしきが割と真顔で、うん、工事はダメ、つってね。うん。こう、まあ、あの頃は特にまあ、ゴリゴリだったんで、X も。あの、全員金髪だったし、全員こう、髪の毛立ってたしね。で、俺はその当時ちょっと、ロックンロール寄りにこう曲を作ったりとかしてたんで、まあそういうのもまあ彼が知っていたのかどうかわからないけど、コージメタルじゃないからダメだよってさらっと割と真面目に言われちゃったっていうね、そういう話ですけど、はい。で、あの楽屋でまあそんな話をしながら、まあ俺は京ちゃんと話してたら、まあ京ちゃんの前にヒデちゃんが座っていて、まあその時初めて会って、その時しか会ったことは俺はないですけど、まあちょこちょこっとまあたわいもない話をしながらですね、で、まあ、対バンがあったんで、俺ちょっと見に行ってくるわ、みたいな感じで。一回楽屋を出て。で、他のバンドを見つつ、楽屋に戻ってきたら、あれ？さっきそこに座ってた人は？って言ったら、それがヒデちゃんなんですけど、あの人どこ行っちゃったの？って言ったら、その人がこういう髪の毛になっていたっていうね。こう、化粧とかもすごくて、初期のね、X の初期の頃の感じのヒデちゃんになってて、すげえびっくりしちゃったっていうね。あの人がああいう風になっちゃうんだ、みたいな。うん、そういうことはありました。ちょっと脱線してますけどね。で、まあ、ライブも見て、サベルのね、やっぱり京ちゃんいいなっていうことで、その後、私からのこう、アタックがこう続くわけですよ。京ちゃんやろうよ、一緒にバンドさ、みたいな感じで、こう、ひたすら口説いて、口説きまくって、ようやく OK をもらったんですけど、当時は、まあ、携帯とか持ってない時代なんでね、毎日のように公衆電話から、京ちゃんに電話してたんですけど、まあ、京ちゃんがそこまで言うんだったら、じゃあ一緒にやろうか、みたいな感じになって、公衆電話の中で大声出して喜んじゃったんですよね。はい。そしたら、周りにいる人たちがみんな俺の方を見たっていう、なんだこいつみたいなね、感じに見られちゃうぐらい、まあ、喜んだというお話でございます。はい。それでですね、まあ、京ちゃんと、まあ、俺は結局ライブ前に辞めちゃったんだけど、バラっていうバンドを作りました。ドラムは俺が連れてきて、原次郎っていうね、その後にエクサンスとか、スネークでも一緒になったんですけど、エクサンスとかでやってた、まあ、有名なドラマーなんですが、で、ベースは、京ちゃんが連れてきた、八田敦っていう子ね。子って、まあ、あの当時は俺より年下だったから、子って感じで可愛い子だったんだけど、八田敦は、だからその後にアサイラムとかに入ったりとかして、今考えればすごいメンバーだったなっていう、超有名どころとバンド組んだなっていう感じだったんですけど、はい。でね、まあ曲を作らなきゃならないということで、まあ結構しょっちゅうというか、もう週に1回は必ず京ちゃんの家に行って、俺がね、で曲を作るっていうパターンが多かったんだけど、まあ例えば秋とかね、ちょっと寒くなってきたななんて頃なんですが、まあいつも T シャツとジーパンだったんですけど、まあちょっと上にトレーナーかなんか着てね、あるいはパーカーなんか着てね、こう行くわけですよ、京ちゃんの家にね。で、そうすると、まあ、最初の頃なんて、道があんまり分かってないから、駅まで京ちゃんが迎えに来てくれたりなんかして。で、その会った瞬間ね、こう、開口一番。こうちゃん、ダメだよ、そういう格好しちゃうと。これ何かっていうとですね、京ちゃんはね、やっぱりこう、まあ、デランジェ見てもらっても分かると思うんですけど、ものすごいこう、美的感覚というか、美意識が高いというかね、そういう感じの人なんで、もうトレーナー着てる俺なんかもう、ほんと、ケチョンケチョンに怒ってたね。うん。なんでそういう格好すんの？とか言われて。ダメだよ。もっとちゃんとした格好しなきゃ。せめてジャケットくらい着てよ。とか言われて。はい。なんつってね。もうすごいそういうところはこう、もう当時から、京ちゃんを意識してて、すごいいつもかっこいい格好をして、歩ってました。はい。なんか本当に、京ちゃんと一緒にいると、俺がこう、スタッフみたいなノリになってきちゃうんでね。頑張ってこう働いてますみたいな、京ちゃんはスターですみたいな感じの2人だったりしましたけど、まあ一生懸命俺もね、当時俺だとその頃20歳21ですから、少しはまあファッションにも気を使ってたんですけど、ケチョンケチョンに言われたという話でございます。はい。あとですね、泊まりに行った時のもう思い出といえば、バーストシティっていうね、映画が爆裂都市
画っていう映画があったんですけど、それはね、きょうちゃんに教えてもらって2人でよく見ました。すごいかっこいい映画で、こう暴動の映画みたいな、パンクの人たちがいっぱい出てくる映画なんですけど、すごい曲もかっこよかったし、本当に今見てもかっこいいなと思えるような映画を、これしょっちゅうきょうちゃんと見てましたね。はい、割とだからそういう趣味はあったかなって感じ。あとね、当時ね、俺これいたんですけど、はい、まあよく揉めてたっすよ。それできょうちゃんによく相談してね、年がら年中相談に乗ってもらってたっていう、すごいいいやつなの、きょうちゃんだからね、すごい優しくていい男でですね、まあだからその後俺がこれのせいでバンドをやめちゃうんですけど、